スイガー TV、スイガーです。ということで、本日の試合、千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ。結果の方は、7対2で、マリーンズ、ビクトリー！はい。いやー、昨日とね、まあ、内容はちょっと違えど、7対2、ほぼ一方的な展開で、ロッテ見事勝利ということで、この勝利によってね、楽天とのゲーム差が 2.5 に広がりました。ナイス！はい。まあね、2連勝したことによってね、まあちょっとだけ余裕はできたかな。はい。まあ負けられない試合はね、まだまだ続きましたけども、CS 進出に向けてはね、大きく前進した試合だったんじゃないかなと思います。はい、ということで早速試合の方を振り返っていきましょう。今日の先発ピッチャーはナンバーセブンティーン、ローキー佐々木でした。ローキー選手、今日はですね、7回107球、被安打4、三振10個ということでね、今日結構ね、三振多かったですね。はい。今まで割とね、あんまし多くない、割かしと打たせて取るようなピッチングがね、しばらく続いてたんですけども、今日はね、打者26人に対して三振10個ということでね、本来の、朗希選手のね、持ち味が出たんじゃないかなと思います。まあでも、今日は何でしょうね、スライダーが良かったんじゃないかなっていう印象ではございました。はい。って言ったところで失点2ということで、まあ立ち上がりだけかな、朗希選手。うん。立ち上がりはあんまし良くはなかったかなって感じです。2アウトまで行くんですけども、そっからね、フォアボールとヒットと味方のミスもあって、ずるずる行ってしまったっていうところでね、まあちょっと反省したのが2回以降はね、本当に別人かのような、ピッチングをしました。とりあえず朗希選手9勝目、多分次の登板がラストかな？朗希選手は。はい。ギリで、2桁チャレンジ、望みつないでいるので、はい。いや、ローキは、さすがに二桁戦といかんすよ。はい。小島に続く2番手ということでね。はい。本来ならば、ローキはエースにならないといけないピッチャーなんですけども、とりあえず、はい。二桁、目指して、頑張っていきましょう。とりあえず今日は、ナイスピッチングでした。拍手。打線の方はですね、1回の裏、まっすぐさまね、点を取り返すっていうところで、まあ、取り返すっていうよりかは、相手チームのミスでしたね。はい。ヒロミ選手フォアボール、藤岡選手ライト前のヒットで、ノーアウト1、3塁の場面でポランコ選手、これはもう完全に打ち取った打球だったんですけども、まあ、3塁ランナーのね、岡選手が飛び出して、まあ、どうなるかっていうところで羽田選手が、悪送球、はい、一気に1塁ランナーもホームインで2対2すぐさま同点ということでね、まあ、僕はもうこのね、同点の場面で今日多分ロッテ勝ったなって思いました。はい、今日も西武側のミスかと、はい、思いましてね。はい、っていうところで、まっすぐさま同点です。で、2回の裏、ここ良かったですね。茶谷選手がね、今日久々のスタメンでライト前のヒットで、出塁と。で、翔吾選手が送りバント成功、さらに、フェルダーストレスでね、結局、1、2塁です。はい、ノーアウト1、2塁。はい。で、なんやかんやでワンアウト満塁で、藤岡雄大選手が、センターへの犠牲フライを打ってロッテ勝ち越し、そしてポランコ選手、レフトへのタイムリーツーベースで4対2とね、ここね、2点取ったのかなりでかかったんじゃないかなと思います。はい、これね、はい、ポランコ選手、今日もね、ヒット打って、ナイスタイムリー。はい。3回の裏、荻野選手がセンターのツーベースで出塁。これやばかったね。ユニフォーム、ベリって脱げちゃったからね。これね、まあ、これは俺プロコレじゃないけど、やっぱプロコレのユニフォームやっぱ生地薄いんだね。うん、結構耐久性に弱いっていうか、まあ、ただ耐久性に強いユニフォームを制作してしまうと多分重くなるんだよね。だからちょっと何とも言えないですけども、はあね、すごい破け方でしたね、荻野選手。はい。まあ、っていったところでね、まあ、なんやかんやでワンアウト二塁の場面で、茶谷選手、これね、良かったですね。センターへのタイムリーヒットで5対2と、さらに点差を広げますと。そして、そして、4回の裏、これもね、良かったですね。ワンアウト三塁の場面で、佐藤俊哉選手のレフトへのタイムリーヒットで7対2。もうボコボコです。はい。って言ったところで今日はですね、昨日は3裏で、もうゲーム決まって、で今日は4回の裏でゲームが決まるということで、今日はね2桁安打、13安打、7得点というね、
昨日に引き続き、本当に、素晴らしいゲームを演じてくれたんじゃないかなと思います。藤原選手以外全員ヒット打ってるんですよね。逆に藤原選手が、まあ、今日あんまり、いいところがなかったと。まあでも今日守備でね、いいプレーがあったので、まあここは良しとしておきましょう。しかもね、今日はね、なんと、まあちょっとね、取り上げた通り、茶谷選手がですね、4-3ということで、久々のスタメンで、期待に応えるバッティングっていうかね、茶谷選手のね、扱われ方がね、ちょっとね、どうかなって思ってるところはあるんですよ。本当に。7月ぐらい、ちょっと茶谷選手、もうちょっと起用してもよかったんじゃないかなって俺は思いました。はい。まあでも、3安打打ったところでね、1割6分4厘というところで、あんまり打率上がってないんですよ。はい。でも、茶谷選手は打てなくても、ちょっと辛抱強く起用してもいいんじゃないかなって僕はね、ちょっとね、思ったりはするんですけど、もう、最終盤なんで、時すでに遅しなんですけどね。はい。とりあえず、茶谷選手、はい。来年、しっかりと頑張っていきましょう。はい。明日は運命の直接対決です。はい。まあでも今日勝ったのめっちゃ大きいから、明日こけて負けても、まあ、なんとかはなる。うん。ちりつもで、負けが重ならないようにすればいいだけで、本当に負けられないっていう、もう絶対絶命のピンチは免れたんで、まあそうだね、リラックスして、まあこんなこと言うのもいいかどうかわかんないですけども、もう楽しくエンジョイして野球をしていけばいいんじゃないかなと思います。はい。とりあえず自滅ないように、で明日唐川さんなので、カットボールを武器に、しっかりとね楽天打線を抑えてくれるんじゃないかなと僕は思っております。はい。打線の方はもう文句ないと思います。とりあえずソト選手、ポランコ選手以外の選手も、ヒットね打ってるので、なかなか、期待はできるんじゃないかなと思います。あ、しかも明日は岸選手ですからね。はい。ちょっと、ポランコ選手のバッティングに期待していきましょう。ってことで、今日の動画はこの辺で、以上、スインガー TV でした。